自分らしく生きるってどういう意味ですか。またあなたこんな質問をよく一発目にやってきましたね。私ね、まゆみちゃんが言ってくれました、まあたまちゃんはね、お話が一番いいんだと、お話が真骨頂はまあたまちゃんの話なんだって言ってくれましたけど、私の妻もまた同じことを言ってくれまして、私の職業あなたは講演家ですって言ってるんです。でも私ね、自分はまあ自分講演家だとはもちろん思ってますけれども、私の職業は何かっていうと、私は哲学家です。哲学者、哲学の方が すごくしっくりきますね。哲学って何かって言ったら、人生とは何かって考えることです。自分はまさに今哲学をしてるんだな、いろんな経験をする中で人生とは何かっていうのを考える途中の旅にいる、まさに哲学ですよ。自分らしく生きるって哲学ですよね。皆さんは自分らしく生きるっていう言葉を多分ね、たくさん耳にしたことあると思いますけど、そもそもこの自分っていうのが何者なのかっていうのがわからんのですわ。ですよね。自分らしくって言われても何が本当の自分かなんてわかんない。自分らしく生きるってどういう意味ですか。あ、たまちゃんがこういう質問に答える時の答えは嘘800だと思ってください。あの、たまちゃんが言うんだから間違いねえとか思って聞いてるとひどい目に遭います。なんでね、たまちゃんが今から言う答えは全てたまちゃんの妄想です。いいですか。だから話5000分の1ぐらいに聞いておいてください。それで間違いがないです。大丈夫ですかね。たまちゃんが思う答えを言いますんでね。自分らしく生きるっていうのはどういう意味なのか。人生を自分で決めるっていうことです。人生を自分で決めることが自分らしく生きるっていうことです。自分で決めるってちょっと難しいですかね。自分で決める人生って何か。後悔しない人生です。あの時ああしとけばよかったってたくさんの人が思うじゃないですか。あの時あんなことやらなければよかったってたくさんの人がね、後でこう悔い悩んでるじゃないですか。そんなことを一切思わない人生、それが自分で人生を決めるっていうことです。だってその時にやろうと思った、あるいはやらないと思った、そう決めたのは自分なんだからね。全部自分が決めた決め事で人生っていうのは決まっとるんです。今この瞬間もね、ここに来るって決めたのは皆さんですね。でもその前にいろんなお誘いがあったりね、あるいはいろんな情報が入ったりとか、いろんなしがらみがあって来てる人だっているでしょ。でも例えばあゆみちゃんが今日たまちゃんの講演会があって私が主催するからあなた絶対来なさいねっつって鎖ね、首にこうつながれてこうって引っ張られてきた人なんて一人もいないんですよ。来たのはあなたの意思ですね。そうやって自分の人生は毎瞬間毎瞬間自分で決めてるわけです。どんなことであってもね。でたまちゃんはこういう全国に講演会に行く前からたくさんの相談事を受け取ったんです、人からね。だから無料ですよ、もちろん。その時公務員ですからお金取ったらあなたね、あの上司にこっぴどく怒られますんで、無料であの人生相談してたのに何千件も来ましたけどね。たくさんの人が自分の人生を人のせいにして生きてるんですね。あの時親が反対したから、あの時あの私の夫が妻があの時反対しなければもっと自分がやりたいことがこんなことやれたのにってね。いやいや、もっと言えばあの時あの人が止めてくれればこんなことにはならなかったのにとか言ってね、全部人のせいにして生きてるんです。それはね、人間として当たり前のことなんです。それ当然のことなんです。それはね、自分の心を守る行動です。心理学的に言うとね、自分の心が砕け散らないように。だって自分のせいだ自分のせいだって思ってたら必ず砕けますから、自分の心ね。そうしないように人のせいにしながら、ちょっとぐらいは自分のせいにしながら折り合いをつけて生きてる。でもたまちゃんにも人のせいにしながら生きてる若い頃の時代がありましてね、その時はあの未来の扉なんか開くどころか未来の扉か形すら見えなかったですわね。自分の人生が全部自分の決め事によって動いてるっちゅうのが分かったなら、まず言い訳がなくなります、はい、そしてどうせ決めるんだったら自分のやりたいことをやりたいって思うようになりますわ。皆さんが今やりたいことがあったとしてね、やりたいことがある、でもやれない理由がある、でもその理由って本当は何にもないんですよ。
例えば家族が反対してるとかね、例えば資金がないとかね、例えばまあ運が味方しないとかね、時代の流れがちょっと今流れてないとかね、全部それは自分で作ってる理由ごとなんですよね。やらない理由っていうのを作ってるだけの話でね。自分がこう生きるって決めたことにまっすぐに生きると言い訳ができなくなる。で、言い訳ができなくなるとどうなるかっつったら、初めてそこで自分の人生に責任が生まれるんです。あ、そうかって、自分の人生の責任者って自分なんだっていうのが分かってきます。まあ自分らしく生きるっちゅう答えなんでね、そうそう出てくるもんじゃありませんよ。これはもう哲学です。皆さんが自分らしいってどういうことなんかなって考えること自体が自分の人生について深く考えることです。だからね、いつも問いかけるといいと思います。たまちゃんは今自分らしく生きるうちが自分の人生をどう組み立てているの、いくのかっていうので決めてることが、今のところ1個だけですね。1個だけあります。それは何かっつったら、自分が住んでる、土地、自分が住んでる地区の人の頼まれ事は全部喜んで聞こうと思ってます。ただそれだけです、私の人生の決め事は。はい、後の人たちから頼まれ事があってもよく考えます今ね。はい、たまちゃんお願いがあるの、うん、ちょっと聞いてから判断するねっつってね、はい、昔はね聞く前に判断しよったんですよ。聞く前にね、お、喜んでやります喜んでやりますって言ってたんですけど、今はね、私何個も体がありませんので、最初の頃のたまちゃんっていうのは、まあ人生の、トゥードゥーリストっていうのがあるじゃないですかね。で、トゥードゥーリストっていうのはやることリストですよね。人生でこれをやっていきますっていうリストが皆さんにもある。でもそのリストのほとんどがやりたくないことだったんです。自分が進んでやりたいとは思わないことがトゥードゥーリストのほとんどを占めとったわけです。で、やりたいことっちゅうリストがあるんですけど、優先順位相当下ですわ。やりたいことっちゅうの下で、ほとんどがやらないといけない、やらないと間に合わないね、やらないと人に迷惑をかけることが自分のやることリストの上位を占めとったわけです。でも私がおかしい人生を歩んでいく中で、気がついたらこのトゥードゥーリストっていうのが全部私がやりたいことだけになったんですよ。やらないといけないことは何もなくなった。私仕事辞めましたんで、辞めた瞬間にどこにも責任がなくなって、やらなきゃいけないことは何もなくなった。やりたいことだけになったんです。そしてその後どうなったのかっつったら、やりたいこともできなくなったんですよ。やりたいことが山ほどあって、でもできないんですよ。私は1匹しかいませんから。でしょ？だから例えば100あったとしたら10ぐらいしかできないんですよ。残りの90はどうなってるかっつったら、もう泣く泣く切ってるんですよ今。やりたいんだけどでやれないっつって、今そんな状態です。だから人のお願い事を聞いてる暇なんかないんです、もうすでにね。はい、で、地区の人たちがお願い事したのだけ聞こうと思って生きています。まあそれで、いいんじゃないかなって自分思います。自分のね、人生のルールなんて自分で決めて動いていいわけですからね。皆さんが自分らしく生きるってどういう意味かなっていうのをね、考えてくれるだけで今日来た意味あるんじゃないかなと思いますよ。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。